動画をご覧いただきありがとうございます。今回は誹謗中傷依存症が楽になる一つのポイントと題してお伝えをしていきます。まず誹謗中傷依存症とは、ネットのコメント欄などにですね、誹謗中傷することをやめたくてもやめられない、依存している状態を誹謗中傷依存症と呼びます。この誹謗中傷依存症が楽になる一つのポイントが、自分を受け入れ自分と仲直りすることになります。誹謗中傷をしてしまう人は、どこかで無意識に自分を否定している傾向があります。つまり自分を否定の目で見ているから、周りに対しても否定の目で見てしまって、 SNS やネットでも周りに対して否定的なコメントをですね、発信しがちになると言えます。つまり普段からですね、否定のメガネというかですね、フィルターをかけてですね、世界を見てますからね。ですから相手の腹が見えたりとかですね、否定的な部分が見えてしまってですね、際立ってそれが見えてしまうから、ついですねコメントでそれを発信してしまうっていうのが誹謗中傷という行為であり、それはですね、やめられない状態が誹謗中傷依存症だと言えます。逆に言うと、できる範囲でですね、自分を受け入れて自分を認めて自分を許してですね、自分を愛することができるほどに、自分自身を需要の目で見ることができますからね。そして自分を需要の目で見ることで、需要の目で見ることが習慣になってですね、周りに対しても受け入れる体制、需要の目で見ることができますので、否定的なコメントではなくてですね、肯定的な相手を受け入れるようなですね、コメントができるようになっていくと言えます。ですから、外側をどうこう変えようとするんではなくてですね、まずは、自分と仲直りすることですね、自分と和解することで、誹謗中傷もですね、する必要がなくなっていくと言えます。そして、どこかで無意識にですね、自分を否定することで、自分で自分を満たすことができないためですね、周りにそれを認めてもらおうとする傾向が、周りにですね、その分を埋めようとですね、周りに認められようとする傾向がありますからね。つまり、誰かを否定することで、一時的に感じる高揚感とかですね、そういったもので、自分をしていることで満たされない思いをですね、満たそうとしているのが、誹謗中傷依存症の正体だと言えます。つまり、誹謗中傷はですね、あくまで満たされない思いを、どこかで無意識に感じている満たされない思いをですね、満たすための代替の行動がですね、誹謗中傷という行動だと言えます。逆に言うと、自分で自分をですね、満たすことができると、必要以上に周りに求めることもなくなるためですね、誹謗中傷をする必要もなくなっていくと言えます。ですから、自分を受け入れて、自分と仲直りすることがですね、誹謗中傷依存症が楽になるポイントになっていくと言えます。では、具体的に自分を受け入れる方法としましては、ノートとかスマホのメモとかですね、他にも LINE で自分一人のグループを作るなどしてですね、そこに自分のいいところとかですね、好きなところをですね、思いつく限り書いていくことになります。実際に書いていくことでですね、それは自分を受け入れる作業にもなりますからね。ただなかなかですね、自分のいいところとか好きなところが見つかりにくいという方もおられると思います。そういった方はですね、まずは一日一つからですからね、一日一つ自分のいいところとか
好きなところを見つける習慣を持っていくことでですね、自分を受け入れる習慣につながっていくと言えます。ただ、一日一つでもですね、それでも見つけにくいという方も中にはおられると思います。そういった方はですね、あえてですね、自分のネガティブな部分やですね、嫌いな部分を上げていただいて、それをですね、どのように視点を転換すれば、ネガティブがポジティブに変わってですね、嫌いな部分が好きな部分に変わるだろうかとですね、視点を変える練習をしていくことで、ネガティブがですね、ポジティブの種になってきて、嫌いな部分が好きな部分の種になると言えます。例えば、短期っていうことも表現的にネガティブに感じるケースもありますが、視点を変えるとですね、感情表現豊かと表現することもできます。あとは、弱気ということも一見ネガティブに感じるケースもありますが、これも視点を変えるとですね、慎重というふうに言うこともできます。そのように、視点を変えればですね、いくらでもいいところとかですね、好きなところは見つかりますからね。というのもですね、物事は必ずですね、いい面と悪い面でできている部分がありますからね、そのどちらを見るかでですね、その後のですね、それをですね、受け入れるか、それをですね、否定するかにも、つながってくると言えます。例えばですね、このように物事はですね、いい面と悪い面ですね、このコインの裏表みたいな形でできてますからね、どちらを見るかでいい面を見ると受け入れることができてですね、悪い面を見ると否定することが起こりますからね。ですからできる範囲でですね、いい面を見ていくことで受け入れることもできますからね。そして、いい面と悪い面はワンセットでもありますからね。視点を変えたら完全ですね、ネガティブな面とか嫌いな面もですね、いい面がありますからね。ただこう、コインのどちらを見るかですね、それで自分を否定するか、自分を受け入れるかが決まってくると言えます。そのようにできる範囲でですね、自分のいいところとか、好きなところをですね、見つけていく習慣を持つことで、自分をですね、受け入れることにつながっていくと言えます。あとは、それでもなかなかですね、自分を受け入れることが難しいという方はですね、自分の本来の価値に気づくことも大事になってくると言えます。実は、人の価値にはですね、存在価値と付加価値というものがありましてですね、存在価値は、まさに存在している価値、生きている価値になります。付加価値はですね、その存在価値に足されるですね、後付けの価値というかですね、例えば、何かを達成するとかですね、夢を叶えるとかいうのも付加価値だと言えます。ただ人はですね、どうしてもその付加価値ですね、何かを達成したりとか、何かを実現することにですね、価値に重きを置いてしまってですね、そちらを夢中になってしまってですね、肝心の存在価値をすっかり忘れてしまっているのが人間だと言えます。ただ、よく考えてみるとですね、存在していないとですね、生きていないと何かを達成することもできないですし、何かを実現することもできないですからね。そもそもベースのですね、存在しているからこそですね、全ては何かを達成することができますからね。付加価値を足すことができますからね。ですから本当はですね、存在価値で見ると誰もがイコールになりますからね。例えば、例えば金メダルを取った人ともですね、存在価値を見るとあなたはイコールですからね。どんな偉業を達成している人もですね、存在価値を見ると誰もがあなたともイコールになりますからね。つまり本当は誰もがですね、イコールなんですね。価値的にはイコールです。存在している価値は同じですからね。そのようにですね、周りから違いを見なくなればですね、相手を責めることもなくなりますよね。相手と比べて違いを見ることで否定することができますよね。でも同じを見ると否定することができなくなってきてですね、誹謗中傷もすることができなくなりますからね。そして、存在価値と付加価値のですね、大きさを例えるとですね、存在価値は地球の大きさがあると言われています。そして、付加価値はですね、その地球の中に立つ家一軒分くらいの大きさしかないと言われています。実はそのくらいですね、圧倒的な価値の差がありますからね。他にも、存在価値をですね、海全体の大きさだとするとですね、付加価値は、その海に降り注ぐ一滴の水の価値のようなもんですからね。ですから、それだけですね、存在価値は圧倒的な大きさの価値がありますからね。その存在価値を思い出すことでですね、本当の意味で自分を受け入れることにつながってですね、自分を受け入れるからこそ、周りも受け入れることができますからね。そのように、自分のいいところを見つけたりとかですね、自分の存在価値に気づいてですね、自分をできる範囲で自分を受け入れてですね、
自分を認めて、自分を許してですね、自分を愛することができるほどに怒ると、自分と仲直りですね、自分と和解することができるほどに、周りとの和解ですね、周りも受容することにつながりますからね。ですからまずは自分というかですね、自分との関係が良好になると、周りとの関係も良好になりますからね。そのようなイメージでですね、できる範囲で自分を受け入れることがですね、怒りと自分を受ける習慣を持つことがですね、誹謗中傷、依存症がですね、本質的に楽になるきっかけにつながると言えます。ですから、誹謗中傷もですね、それを学びに変えてですね、生かすことが大事だと言えます。ですから、もちろん誹謗中傷はですね、された方はもちろんですけどね、どっかでその、した方も苦しいという部分がありますからね、そして苦しいということはですね、何かしら不自然だから苦しみがありますからね、逆に、自分を受け入れるとですね、誰も責める必要もなくなりますので、苦しみも分からなくなりますよね。そして苦しみは分からないということは自然である証拠でもありますからね。つまり、一旦ですね、誹謗中傷、依存症を受け入れてですね、そこから学んでですね、生かすことで、本質的にですね、誹謗中傷、依存症が楽になる、卒業することにつながると言えますからね。ですから、できる範囲でですね、自分を受け入れて、自分と和解することが、誹謗中傷、依存症が本質的に楽になることにつながると言えます。またですね、この動画で語りきれていないですね、誹謗中傷、依存症がですね、楽になるポイントをまとめたブログのページのリンクもですね、この動画の概要欄とかコメント欄の方にリンクを貼っております。より深い部分から、誹謗中傷、依存症が楽になりたいという方はですね、ブログのページもチェックいただいて、少しでも楽になるきっかけとしてご活用いただけましたら幸いです。また、生きることが楽になる本も出版しております。生きづらさ卒業の教科書という本ですが、生きることが楽になる習慣と生きづらさの正体をですね、明らかにすることで、本質的に生きること、つまり悩みや症状が楽になる内容の本となっています。この本に関しても、この動画の概要欄の方にリンクを貼っておりますので、習慣とか生き方を変えてでも、本気で症状や悩み、人生が楽になりたいという方はですね、本の方も読んでいただけたらと思います。あとですね、対面、直接お会いしてのカウンセリングが成立とかですね、あとメールで人気なオンライン、ビデオ通話、LINE 名でのカウンセリングも行っております。カウンセリングで不自然な認識とかですね、思い込みが手放されて習慣が調和することで症状や悩み、人生は楽になることが可能だと言えます。また、カウンセリングはですね、1対1でその方に合わせた専門のアドバイスもできますからね、そんな一番効果的なですね、カウンセリングが成立に関してもこの動画の概要欄の方にリンク貼っておりますので、本気の方はですね、カウンセリングが成立の方もご活用いただけましたら幸いです。またですね、当院の LINE 公式アカウントのお友達も募集しています。LINE 公式アカウントでは、生きることが楽になる情報ですね、症状や悩みが楽になる情報を定期的に配信しています。登録についてはですね、この動画の概要欄の方に登録のリンクを貼っておりますので、LINE 公式アカウントもお気軽に登録いただけたらと思います。またですね、この動画が何か少しでも参考になったとかですね、楽になったという方は、高評価、コメント、チャンネル登録もお気軽によろしくお願いします。はい、最後までご覧いただきありがとうございます。ご縁に心より感謝しています。